はい、皆さんこんにちは、マイニーです。はい、本日の動画はですね、ついに、セリアさんからこちらクレイジェルというものが発売されました。以前私が動画でレビューしたのはキャンドゥさんの粘土ジェルだったんですけど、まあそれとどう違うのか比較しつつ、プロ用のメーカーさんの粘土ジェルともちょっと比較をしつつやっていきたいなと思っております。ぜひ最後まで見ていただけますと嬉しいです。それでは動画いってみましょう。どうぞ。さあ早速やっていきましょう。まずはこれ商品名的にはクレイジェルですね。 LED ライト対応クレイジェル。裏はこれ未公開。あー、これはだからノーワイプではないので、最後仕上げにトップコートを使用してくださいと書いてあります。めちゃくちゃ小さくて多分今読めないと思うけどね。高粘土テクスチャーのためブラシではなくスパチュラ等で取り出してください。手で形成する場合は必ず手袋を装着してください。字が小さいめちゃくちゃ字が小さい。地爪に直接ご使用をやめください。一度の塗布量が多いと強い放射熱、はいはい、放火熱があるね、硬化剤を起こしますので十分ご注意ください。だからあんま熱くしちゃダメよってことね。あ、眩しい。ライトも眩しいし、目、これ字もちっちゃいし、LED 約1分 UV 約2分ということです。はい、じゃあとりあえずやっていこうかね。ちょっとこれ先に開けちゃおうかな。あ、これね、分かった、 OK。 これ缶切り方式だ、多分。さ、缶切り方式でやったらこれ粘土ジェル的なやつだったら蓋にめっちゃついてないか。今なんかついてる気がするもん。むむむ、おー、ほらね。あ、ちょっともったいないぞ。あー、もったいないぞ。粘土ジェルって感じだけど、内蓋？何蓋？はい。はい、こんな感じです。で、スパチュラでいきましょう。まあ、でも。あー、でもちょっと。あー、でも、あー見て、かわいい、水まんじゅうみたい。超かわいいんですけど、これ。全部出てきちゃった。ほら、見える？これ、中入ってないよ、何も。いや、でも、ちょっとやっぱくっついちゃうね。まあ、でもこんなもんか？こんなもんか？トイツさんの方がもうちょっと硬いような。まあでも、キャンドゥさんとは同じような感じがする。はい。でした。じゃあ、とりあえず、すごい奇抜なカラーリングでいきますよ、今回は。ユニコーンミントと、これね、と、こちら。ブロッサムピンク。はい。ちょっと、やかましい感じの色でいきます。こういうのが好きなんで、私。じゃあ、これで、とりあえず適当に色乗せます。もう、ここはね、適当でいいの。今回は粘土ジェルメインなんで、適当にいきましょう。で、いつものことながら、チップの上で私、こうやって色を混ぜ混ぜしちゃうから、ちゃんとキッチンペーパーで拭き取ってから、ボトルにハケを戻してください。うわー、かわいいわー。ミントとピンクってかわいくない？うわー、かわいいね。よし、じゃあこれで硬化します。はい、で、パレットにまずは、このクレイジェルを出していきたいと思います。じゃあ、スパチュラ、あっ、あ、ちょっと待って、結構柔らかいなちょっと待って、結構柔らかいぞ。大丈夫かな、部屋が熱い。やっぱトイズさんのより柔らかいな。うん、ビヨーンってなっちゃうもん。ちょっと、はい、切れて、そうだね、ここから綺麗に剥がれてくれないと、あんまり綺麗に形形成できないよ。これじゃあ。あ、ほらね。あ、できないじゃん。困ったね。一回これ、室温とかもあるのかもだけど、今そんなに部屋熱くないぞ。ここでさ、私普段だったらこうやってコロコロすれば、なんていうの、筒状になんのよ。リングっぽく。でもこれなんないから、ちょっとさ、固めよっか。ちょっと裏技的な。ちょっとハンディライトちょっと使わせてもらいますけど。3、4、5。ちょっと5秒やってみた。どう？あ、あ、お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 。いけるんじゃない？これで。あー、もうちょっと固めるか。7秒ぐらいにしとく？ 1、2、3、4、5、6。もうこれ最悪やっぱゴム手袋でくるくるくるってやるしかないわ。ちょっとゴム手袋がなかったから、そこら辺のビニール取ってきた。これで。もうもう一回挑戦。エタノールをももはやここにビシャビシャにして、ではこのスパチュラにもエタノールビシャビシャにして、すくう。
転がしたい。いけそういけそう。皆さんエタノールですって。エタノール結構びしゃびしゃに。あ、できたできた。できた。よかった。そう、だから結構あのエタノールつけといた方がいいっぽいね。これは。だから今からツイザーで取るから、ツイザーもエタノール今先端に結構つけて、取る。で、真ん中に置けない。置けない。エタノールが逆につきすぎて置けないか。置けた。やったー、できたー。で、余分なとこカット。カット。あ、できたわ。うわー、よかったー。できないかと思った。焦ったよー。でさ、本当はもうちょっと厚くしたいんだけどさ、どこまでいけるんだろうね。どこまで耐えれるんだろう。この粘土ジェルの厚みは。まあ、でもすごい。あ、やべ。やべやべやべ、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った。あ、ちょっとエタノールが足りんくなるとすぐくっついてくるんだね。はーい、わかりました。結構べしゃべしゃにしてやります。いやー、でもいい感じじゃない？ちょっともう一本やってみる？なんか、まぐれでできた感若干あったから。転がせない、転がしたい。あー、ちょっとエタノールつきすぎてると転がせない。そうだね、滑って転がせないね。ちょっと乾いたぐらいで転がす。転がす。あ、いけたいけた！皆さん、ちょっとこれはコツがいりますね。これはちょっとコツがいりましたね。あー、でもできるね。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、カット、カット。かわいいぞ。ね。よし、硬化します。はい、硬化しました。で、結構未硬化ジェルね、あるんで、これパウダーつけれないね。このままじゃね。もしつけるなら。あの、ノンワイプトップを塗った方がいいと思います。で、ノンワイプトップで、まず粘土ジェルにはトップかぶせずに、ちょっとこの下のねカラー塗ってあるところだけにトップを塗ります。これは私のいつものやり方で、この端っこはちょっと今ね、あのこのままいっちゃうけど、実際やるときはアート筆とかでこうちょん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 ってここをね塗る。今はやらないけど、はい、こんな感じです。これで一回硬化します。はい、ここ終わりました。で、私はこの後ここの上にだけトップを塗ります。なんでちょっとパレットに出しといて、で、アート用の筆で、ちょっとねここは手間なんですけどね。みんなどうやってやってる？なんか一気に全部あのなんていうの、トップしちゃうとさ、この何、せっかくのこの粘土っていうか、こういうジェルで作ったぷっくり感がなくなっちゃうなと思って、私はこうやってトップいつもするんですけど、これで一旦硬化。もう一つは、こちらもうねベースのカラー塗っちゃったんですけど、これミルクブラウンのマグネットを塗りました。で、この上に一旦、マットトップを塗ります。マットコートでマットにしちゃいます。マグネットマットにしたことある？空気感なくなっちゃうんだよね。はい、硬化します。ちょっと不思議じゃない？これはこれでかっこいいな。あ、何の？それどうなってんの？それっていう感じね。かわいい。はい、じゃあまたクレイジェルをのせていきます。これは今回パウダーを上にのせてみようかなと思ってますので、さっきみたいにエタノールをスパチュラにつけて、スパチュラで取って、お、伸びる伸びる。で、ちょっとパレット汚いけど、パレットの上でちょっとだけ調節して、あとは適当にのせる。あー、やだ。はい。あ、これでいいのか。はい。適当にのせる。で、適当。あ、ちょっと、くっついてよ。ね。これはこれでかわいい。はい。エタノールつけた。押さえる。で、適当な形にする。え、ちょっと待って、これはこれで可愛いぞ。こうね、で、エタノール乾くのちょっと待つよ。このサラサラマットの上に乗らない？いや、乗るな。ちょっと時間が経つと定着するわ。そう、だからもし、この仕上がりにしたい場合、マットトップ、まあ、最終仕上げでマットトップした後に、こう粘土ジェル乗せて、で、ちょっと定着させて、硬化して、戻ってきたら、ここだけ、ツヤのトップ塗ったら、できるんじゃない？これ。まあ、いっか、ちょっと一回硬化しますね。ちょっとこの上にトップコート、ノンワイプトップですね、これを塗ります。いや、このままでも可愛いから、このままがいいなって方はね、これスクショしといてね。可愛い。
このちょっと気泡が入っちゃってる感じも可愛いじゃん。はい、まあいいや、とりあえず硬化します。はい、じゃあノーワイプトップ塗って硬化し終わりました。むちゃくちゃ可愛いんですけど、これもうこれで終わりたいけど、パウダーを重ねたいので。うわ超可愛い、これ記憶に残しとこう。でちょっと今回ね、ごめんね、普通にサロンで使ってるパウダー使わせてもらいます。特に理由はないけど。はい、ゴールドです。これをこすります。え、全部いくか、このクリアのとこ私あえて残したいという気持ちがすごいから、今このなんか半分だけとかどう？え、いいと思う、思う、いいと思う。ちょっとこれでやってみるわ。じゃあこれで、あとはもうトップを塗っていきたいと思います。粘土ジェルじゃなくてクレイジェルの上には塗らずに、周りだけとりあえず塗って、はい、これで一回硬化をします。はい、ということで完成いたしました。めちゃくちゃ可愛いです。全然違う感じのができたね。まず最初はこっちですね。まあちょっと最初このコロコロするの苦戦しましたけど、コツをつかんだらできました。可愛い。でこれ今回クリアにしたんですけど、これでもいいし、2つ目に作ったやつみたいにここにパウダーをこすっても可愛くなると思います。まあその場合はノンワイプトップを塗ってからパウダーを重ねてね。可愛いね。ちなみにこんな感じ、横はちょっと私の爪がはみ出してるけど。はい、で今度こっち、これめっちゃ可愛いな。でこちょっとだけこの下半分だけミラーパウダーつけてみたんですけど、なんとなくわかりますか？ゴールドっぽいのをつけました。かわいい。さっきも言ったけど、途中のね、あのマット仕上げの状態の時もめちゃくちゃ可愛かったんで、まあ、それも良かったな。それもいいな、ありだなって感じです。であとこのパウダーかぶせなくても可愛かったから、それでもいいなって感じです。今回ちょっとパウダーをねちょっとつけてみたかったからやってみたけど、すごい可愛いよ。マグネットもいい感じ。ということで、まあ、ちょっとエタノールを多めにつけながらやると、あのうまくできるよということで、まあ、それ以外はね特に、まあ、なんかあのよくある粘土ジェルって感じ。ただちょっと柔らかいかなっていう感じはありました。キャンドゥさんのやつよりも柔らかいね。仕上がりはね全然なんか変わりないって感じ。操作性だけかな。ということで今回やってみました。新しくセリアさんから発売されたクレイジェル、こちらをちょっと試しで使ってみました。とっても可愛くできました。皆さんももし見つけてあれば試してみてね。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくね。それじゃあバイバーイ。